で、僕の小さな世界ですよ。僕の小さな世界は、これはもう、これまたあれだね、フリーライブの頃から、ちょっと涙系の曲だね、締めに持ってこいっていう。しかもほら、オンバトの準決勝で一番緊張した回で、緊張したね、オンエアバトルのね、セミファイナル、そこで負けたらもう、約2年間が全部無駄になっちゃうとか思ったらね、そこでなんかこんちゃんは比較的僕チーで大丈夫だよっつって言ったんだけど、僕はパッチしなかったの、オンエアバトルの時に。受け入れられる人には受け入れられるかもしれないけど、受け入れられない人には受け入れられないタイプかなって思ったんだよね。だからこれはちょっと危険だな、このチャレンジ危険だなと思ったら、若いもいいんじゃないみたいなね、先行の段階、僕は怖かった、正直このね。でもこれオンバトで練り込んだから、なんかすごい世界観がぐわっと広がったんだよね、作れた曲だね。この前久々にその映像を見たんだけど、すごい良かったよ。オンエアバトルってこのあの時のテイクは多分オンエアバトルの僕らの出た中で一番出来良かったよ。出来良かった、非常に。歌詞が2番のサビのところで、僕の歌詞ちょっと部屋に鍵を、心に鍵をかけようみたいなね、ちょっと歌詞を書いてね、オンバトバージョンやって、オンバトバージョン、そうだよね。それが時々ライブやってる時にそれが出てきたりしてね、ごっちゃごちゃになってね、あれ今日こっちかってね。そうそうなんだよ。そこに瞬時にカワヤンが合わせていくところがすごいね。この間ね、まあ受けたんだけど、ことこと、まあ後でねことことの話をするんだけど、ここまで忘れるかなっていう、甘い甘い甘い恋はゆっくりことこと時間をかけて、辛い辛いことを乗り越えて、味わい深い二人になるでしょ。味わいが出てこなかった。あんだけやってる曲。ほんで、3人での演奏だったんだけど、どこのライブだっけな。あれね、僕がってやったら、2人ともってなってんだよ。すられて。そう。飛んだんだよね。3人で飛んだ。すごいよ。味わいが出てこないなんてことはないでしょ。合わせることねえだろって感じ。言うなってたんだけど、そこは誰かがフォローしろって話。フォローして、3人ともなんか「うん」って何を言ってるか分かんない。